ミードさんは、オメガマイナス9脂肪酸の一つで、ジェームズ・ F ・ミードによって、初めて特徴化された。他のいくつかのオメガマイナス9多か、不法は脂肪酸動物は、ミード酸を、でのぼ合成することができる。血中での存在量の増加は必須脂肪酸の、欠乏の兆候である。科学的には、ミード酸は3箇所の二重結合が全て質型の二重、炭素のカルボン酸である。 最初の二重結合は、オメガマッタンから9番目の結合に位置する。生理学的文献では、その名称は二十三が与えられている。リポキシゲナーゼの存在によって、ミードさは、様々なヒドロキシ生成物を形成することができる。人や他の哺乳類は必須脂肪酸を必要とする。エファ、特にアラキドン酸が欠乏すると、体は、オレイン酸の不法和化と長によって、 ミードサムを作る。そのため、ミード酸は、エファ欠乏のインジケーターとなる。エファの欠乏が疑われる、脂質吸収不良患者を調べたところ、彼らのミード酸血中濃度は通常値と比較して1263%であった。メアリー・エイ・ニッヒ、エイ・リプライツーレイピート・オン・エッセンシャル・ファッティ・アシッド・ディフィシャンシー、ワイズ・トラディションズ・イン・フード、 ファーミングザ・ヒーリング・アーツ http w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  e s t n a p r e s ORG NoUFATS アセンシャルファティアシデフ HTML 2007年10月22日閲覧サイバーリペットセンタープロスタグランデンズアンドリレーテッドコンプーンズ2007年10月24日閲覧フィニッ SD RS オーディン S.B. Johnson and R.T. Holeman, Reduced Allachidonate in Serum Phosphoripids and Cholesterol Estars, Associated with Vegetarian Diets in Humans.2007 年2月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2006年2月11日閲覧。Dipamix, Mead Acid.2006 年2月14日閲覧。 ジェラルド・ホーンストラ、エッセンシャル・パリン・サチャ・イテット・ファッティ・アセズ・アアーリー、ヒューマン・デベロップメント、ファッツ・オブ・ライフ・ニュースレター、オリジナルの2008年6月7日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20080607194856/http:/www.fatsoflife.com/pufa/article.asp2 度<話> ="1&edition="disand ID イコール484-2007年10月23日、閲覧。アンシーゲル、ケムチー、JX ゴング &EJ、シェーファー、クライテリア4、エッセンシャルファッティーアシッドディフィシャンシーインプラズマーズ、アセストバイキャピラリーコラムガス、リクイットクロマトグラフィー。クリニカルケミストリー33。 1869-1873http://www.clincagem.org/.cgi/.reprint/.33/.10/.18692007 <ッ><ッ>年10月24日閲覧ありがとうございます。